はい、皆さんこんにちは。こんにちは。RMCA 保険リスクマネジメント研究会の松本でございます。よろしくお願いします。同じく奥田でございます。よろしくお願いします。今回ですね、前回に引き続きまして、2022年度の保険モニタリングレポート9条を発表したレポートですね。これの、損保の分野について、ちょっとお話していきたいなというふうに思います。で、まあ、前回は政府のお話しましたけども、まあ、政府もいろんな、ことが書いてある中でですね、損保に関してはちょっと厳しいことが書いてあるので、まあ、これはちょっと注目すべきところかなと思っててですね、まあ、結構やっぱりその金融庁が、まあ、私が見ててこう注目したのは、持続可能なビジネスモデルの構築に向けて、そのいわゆる自動車保険の縮小を踏まえてどうするんだっていうことを警鐘を鳴らしてるんですよね、金融庁が。これね、何年も前から書いてるんですけど、だんだんリアルになっていくんですよね。そうです。なんかちょっとなんかニュアンスがこうなんか厳しいというか激しいというか、うん、きつくなってるような感じがするんですかね。今回 10% から 30% って具体的にパーセンテージ出てきてましたもんね、うん、そうです。で、大手さん損害保険グループの分析によれば2030年度には 10% から 30% 程度の自動車保険料の減少があり得るとされているっていう。だこれ2030年ですからそんな先じゃないですし、はい、でしかも 10% から 30% って言ってるのは保険会社の保険料のことを言ってるわけであって、そうですね、プロ代理店の保険料じゃないはずなんですね。ああ、そうか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 そうですね。うん。うん。そう考えると、うん、ネットに流れる、サブスク流れる、うん、メーカー保証流れるとか、もうそういうことを踏まえた時の、じゃあプロ代理店に対しての減収幅ってどうなのかっていうと、はい、10% から30%では済まないんじゃないかなっていう、なんとなくそういう予測も働きますもんね。そうですね。で、これちなみにこのレポートの中で見てますと、その、損害保険業界における自動車保険のウェイトは、商業保険料ベースで 48%、うん、全体の手法の 48% が自動車保険で、自動車保険、うん、で、これは例えば 10% から 30% ってことは、まあ、約、全体から見ると 10% ぐらいは減るよって言ってるんですけども、松本さんおっしゃったように、いや、メーカーにすれば、サブスクとか、その自動運転だって違う保険が取れれば、結局、ね、そんなに前やったら減少幅は少ないかもしれませんけど、代理店側は あったものがゼロになるわけですから、その痛手はめちゃめちゃ大きいですよ、こういう話ですね。大きいですよ、うん、だからまあちょっと前ね、自動車保険からの脱却っていう話もね、うん、しましたけども、うん、まあ、自動車保険はこれはこれで大事なので、うん、やめるっていう話じゃないんですけども、うん、あまりにもこの比重が大きなウェイトを占めてると、やっぱり厳しくなっていく可能性が高いですよね、明らかに。そうですね。うん。そうですね。だから、そう考えていくと、やっぱその、代理店としてどう対応していくのかっていう話なんですけども、まあ、実はこのレポートの中に、このチャンネル戦略としてですね、プロ代理店とどう付き合うのかっていうことをもう書いてあるんですよね。そうそうそう。もう結構これも結構生々しいこと書いてましたよね。そう、生々しいこと書いてますよ。もう合併をさせてとか、うんぬんとか、ね。で、ちょっと読みますと、大手さん損害保険グループは、主要チャンネルの一つであるプロ代理店との対話を通じた品質向上や、プロ代理店の統廃合集約等による規模拡大等により、代理店経営の安定化を図るチャンネル戦略を取っており、サービス向上や災害時の事業継続の観点からも引き続きこうした戦略を継続すると見込まれるって、うん、でだからもう取っておりですからね。そうそう、うん、ね、そう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 、結構ね、まあ、金融庁側も、まあ、ちゃんと認識してるというか、こう問題と認識、ね、見てる感じですね、うん、ちょっと面白い。まあでも多分そういう方向で動いていくんだろうと思うんですよ。まあ当然スピード感とかね、うん、その、うん、ちゃんとコミュニケーション取りながらっていう、うん、そういうのはすごく大事だと思うんですけども。そうですね。でも大きな流れとして、やっぱり金融庁もそういうふうに認識してるっていうことだと思いますんでね。そうですね。うん。で、あとはね、中にあった、そのところで、いわゆるその住宅不正修理業者との、まあ、解除っていう、はい、うん、そういうこともこうきっちり認識をしてるので、まあ、ね、警察庁と関係省庁とも連携し、対話について協議すると書いてあるんで。まあ、そういう意味ではちょっとここの部分をね、まあ、少し改善していくのかなって感じしますよね。まあこの辺もね、やっぱり改善していかないと、どん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 やっぱり、まあ、ビッグモーターの件もそうね、そういう側面ありますけど、はいはい、うん、うん、まあ、やっぱり、ね、
そういったことが保険料を押し上げてるっていうふうになってしまう可能性もありますんでね。まあそうですね。ううん。ん。まあでもこのね、住宅修理業者の不正しているのは問題なんですけど、まあちゃんとやってる代行業者になってくると、これはまたこれで、鬱陶しいというか厄介な問題ですよね。いや、本当そうなんですよ。だから、ね。全部が全部悪徳業者だっていうふうな、認識になってしまうとですね、よろしくないので、そうですね。うん、ここは非常に難しいところでありますけどね。ね、だからうん。適切にやってるところの業者さんからすると、保険屋のお前らがちゃんとやらへんから、俺らがやっとんねやないかいって、お前らしっかりせえよって、こう逆に言われてる話ですよね。そうそう。だからね、当然僕らは、そういった、不正なその保険金請求をするところっていうのは、当然契約者保護のことも考えて排除していかないといけないんですけども、一方では、ちゃんと説明してますかと。そう火事以そう外そもう。出るんですよ。ちゃんとその販売の時に水災だなんだかんって話をしてるのかっていうことと、もう一つは、自分のお客さんの地域で被害の可能性があるんだったら、ちゃんとコミュニケーション取ってますかってことなんですよね。そうですね。うん。その二つをきちんとやってなかったからこうなったっていう側面がゼロではないので。そうですね。うん。だから、当然、悪徳業者を排除していくっていう、これはもう当然やらなきゃならないことではありながら、一方では、そういった悪徳業者にこう、付け入る隙を与えないような、ちゃんとしたこう、情報提供ですね。これやっていかないといけないっていうのは、これは一方ではあると思いますね。そうですよね。うん。そういう意味では、ちょっとこう、このレポートを読んでると、まあ、考えさせられるというか、まあね、いろいろちょっと思うところはありますよね。で、あと、ちょっと面白かったのが、顧客本位の業務運営の中でですね、損害保険代理店との円滑な連携っていう、これ何かっていうと、いわゆるその手数料ポイントのことについて言及してあるんですね。ね、してますね。ね、で、これ、まあ、金融庁のスタンスが非常に面白くて、ね、ちょっと読みますと、代理店手数料ポイント制度の導入により、零細な代理店の手数料が減少しているといったご指摘もあると。こうした課題は損害保険会社と代理店との委託契約に定められた民間の、契約に基づくものであり、そのあり方については当事者間でよく話し合い解決すべき事項である。ただ金融庁としても損害保険会社に対して一方的な対応とならないよう代理店の意見をしっかりと、徴収すると、丁寧な対応を務めるように促しており、損害保険会社においても、ここ数年、代理店側の主張に配慮し、さまざまな対応を行っていると。なんかこう、ちょっとオブラートに包まれたような感じで、まあ、簡単に言うと、金融庁は、そんなもん俺知るかいっていう話なんですよね。まあ、そうなんですよ。ただまあ、いろんな声が上がってきてる現状があるので、ちゃんとコミュニケーション取りなさいよということだと思うんですよね。うん。でも、この、まあ、ねえ。でもだいぶ、金融庁もそういった意味では、この手数料問題についてもちゃんと、なんていうんですかね、対話に入ってきたっていう感じがありますけどね。そうですよね。なんうん。か、まあ、これすいません、毎年必ず全部細かくチェックしてるわけじゃないですけども、その過去にどういう表現があったか分かりませんけど、結構今年の2022年に関しては踏み込んだ感じの表現うしてるん、なっていう。まあ、これはでもやっぱり私ね、あれなんですね、顧客本位の業務運営っていうですね、大きな柱が立ったことによって、メーカーだけじゃなくって保険代理店の意見も聞かなきゃならないと。結局、メーカーじゃなくって保険代理店がどういうやり方をしてるかが問題なわけであって、その保険代理店がやっぱりしっかりと健全な経営ができるような環境づくりをしないと、顧客本位の業務運営になっていかないわけですね。そうやでするね。ちゃんとやってる代理店が潤っていかないと、もう食うために変な売り方するとかね。言い方悪いですけど。そうですね。もうそうなってもいけないわけですよ。ですそうですから、ね。顧客本位の業務員を正しくやってる代理店がちゃんと評価されて、で、そこに対して手数料が払われてっていう、まあ、いわゆる正しい評価っていうのがね、どうあるべきなのかっていうことは、やっぱり意識向けてるんじゃないかなと思いますけどね。まあ、でもそれで言いますと、顧客本位の業務運営で言えば、損保会社と、ね、の代理店委託契約の、もっとやっぱりその、まあ、いわゆる、委託する際の、ね、基準というか、手続きというか、そこをもっとこう柔軟にして、乗り合い代理店を増やしていった方が、私はいいと思うんですけどね。うん、まあでもこれからはですね、乗り合い代理店が増えていくと思うし、行かないといけないと思うんですけどね。
別にこれ専属はダメだって言ってるんじゃなくて、やっぱりこれから本当に自動車がね、どん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 縮小してきて、新種とか、そういったところにやっぱり代理店はこう、商品構成を移していかなきゃならないし、うん、まあ個人は個人で大事ですけども、うん、やっぱり一部の代理店は個人から法人マーケットを移していくことになると思うんですよね。そうですね。そうなってくると、やっぱり乗り合いっていうのが必要になってくるっていうのがあると思うんで、うん、そうですね。まあそういった意味では、うん、まあこれもね、マーケットデザインをどう考えるかっていうのが、一つ大きなテーマとしてやっぱり、これは金融庁もおっしゃってね、たところでありますけども、うん、そうですね、今までの保険代理店のあり方、うんうん、これをこれからどう変えていかなきゃならないのかっていうのは、まあ、一つ大きなテーマだと思いますよね。うん、特に、まあ、生命保険の場合はそれほど影響はないんですけども、損保の場合に関してやっぱその保険、メーカーによってそのリスクの考え方が違って引き受け方スタンスが違うっていうことを考えると、ね、やっぱりそのね、法人、顧客のリスクに、ね、移転手法として保険を使おうと思ったら、やっぱりある程度ラインナップがないと厳しいっていうところはありますもんね。あります。ですから、まあ、ただ乗り合いをしようと思ったときには、それなりの体制整備をしないといけないですし、うん、まあ、やっぱり少人数では難しいところもあったりしますんで、そうですね。うん、まあ、選択肢として、まあ、当然、規模を大きくしていくっていうのもあるでしょうし、うん、まあ、連携ですよね。代理店同士の連携の中で解決していく方法論とか、まあ、今後そういったことがしっかりと議論されていくべきじゃないかなと思いますけどね。そうですね。うん。まあ、そういう意味では、この、2022年のこの保険モニタリングレポートは、政府損保ともに非常に含蓄のある、面白い、うん、いや、面白いですよね。うん。これはちょっと、ぜひとも目を通していただきたいなと思います。で、政府メインの方も損保のところは参考まで見ておく必要がありますし、損保代理店の場合は政損保やってますから、これ両方見ておく必要があると思うんで。ぜひともこれは金融庁、保険モニタリングレポートかなんかで検索すると、まあ、一発で出てきますので、はい、ぜひ見ておいてほしいですね。そうですね、はい、概要版もあるんですけど、うん、できればね、ちゃんとした詳細版読んでほしいんですよね、うん、そうですね、うんうん、結構なんていうんですかね、業間に金融庁の考えてることになんかそうそうニュアンスが含まれてますもんね。これだから、こうなんだろうなとかっていうふうに、うんうん、あります。うん、ですので、ちょっとこれはないとお勧めしておきますので、はい、ぜひ皆さんご覧ください。では、今回はこれで終了します。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。